はい、今日はねマシン紹介、マシンレビューをしたいと思います。何かと言いますと、先に皆さんこんにちは行こうかな。はい皆さんこんにちは、ガーの高橋です。今日はですね、ちょっとリクエストの多いマシンレビューをしたいと思います。あのですね、以前紹介したあのハイテックさん取り扱いの WL トイズのバギーですね、完成バギーですね、あれが超安くて超高性能って言ってね、まあ、あの話題沸騰中、たくさん売れているんですが、あれの14分の1と10分の1もレビューしてほしいっていうね、お声をたくさん頂戴するんですけども、やっぱねちょっと大人の事情というのがありますからね。私あの、まず昨年あまりにもちょっと、昨年あまりにもちょっと散財しすぎたっていうのもありますし、まあ、それだけじゃなくて、まあ、これはクリスマスプレゼントがね、あのちょっと頑張って奮発したとか、まあ、いろいろありますから、まあ、10分の1はちょっとさすがにもう手が出なかったんですけど、まあ、もうちょっと買いやすいっていうんでね、まあ、あと、まあ、非常に手軽感があるっていう意味も含めて、あもうちょっとこれね、ごめんなさい、こっち用意しますね。はい、はい、ででーん、こちらですね、14分の1スケールバージョン、ちょっともう箱自体もね結構ちっちゃいですよね。これが、まあ、YouTube やったり他の方とかもね、レビューされたんですけど、かなり軽快でよく走る感じだったので、まあ、私もこれかなり興味もあったので、まあもう、絞り出して、これを購入しまして、これレビューさせていただこうかなと思った次第です。まあこれ基本、おそらく、まあ今開けてみないとわかんないですけどね、基本コンポーネントは、まあ、以前紹介したね、12分の1と、まあほぼ一緒なのかなとは思うんですけども、まあ実際開けて走ってみて、まあ、感想なんかも含めてね、今日はご紹介していけたらなと。では開封していきます。オープン、ででーん、お、あらら、これは赤色ですね。はい、こんな感じ。あ、かわいい。あ、ちっちゃいのはかわいいねちっちゃいのかわいいわ。あ、もうこれもおなじみの方法ですね。もうプロポも送信機もね一緒ですね。はい、このタイプの送信機となってます。これ乾電池を入れるだけですね。お見せしていきましょう。じゃーん、かわいい、ちっちゃくてかわいい。おー、やっぱ軽いな。うわー、おー、これちょっとあの12分の1と比べてみましょうか、ね。はいはい、これがね12分の1のブラシレスバージョンのやつなんですけど、これと比べてもほら、もう明らかに二回りぐらいギュッとコンパクトになってますねかわいい、これ。まあこれだと結構なんかレーシングバギー感ありますけど、これかなりこうやって見るともうおもちゃじゃないけど、かなりこう、まあ、相当デフォルメされた感じになってね、タイヤも同じサイズなのかな、使っているのもあって、まあ、かなりコミカライズされたような雰囲気をね感じます。はい、いや、これかわいいな。やっぱこうラジコンカーって、ね、結構ね大きいから、このくらいのサイズだとなんかほんと手軽にちょっと持ち込んで遊べそうな、そんなサイズですよね。あと家の庭先にちょっとこう簡単なコースっぽいのを作って、まあ、そんなんでもすごい遊べそう。このサイズ感もありですね。これちっちゃくて可愛いわでも足回りとかね結構ごっついですよ。ショックも結局その大きいやつと同じやつ使ってるんで、逆に屈強な可能性ありますね。で、ほら、減衰バッチリ効いてますわ、これ。すごっ。では、ちょっといよいよオープンしていきますね。まあ、作りなんかはほぼ、以前紹介した12分の1サイズとね、ほぼ一緒なクオリティ。マジか、これ。これマジか、これ。これマジか。ちょ、見て、これ。このモーター。モーターのでかさ、これ大丈夫本当に。もうこのシャーシの半分がもうモーターの大きさで埋まっちゃってるみたいな、これ違和感あるぐらいでかいモーター。これ550モーター、だからめっちゃ速かった。あの12分の1とこ多分ね、なんなら同じ速度が出るってことになるんでしょ、これね。これやばくない、ちょっと怖っ。で当然リポバッテリーがついてますね。と充電器も同じようなものが付属しているので、
こをちょっとバラしてみようか。あ、バッテリーの形はちょっと変わるんです。さすがこれシャーシがちっちゃいから同じサイズのバッテリーだと入らないんですね。だからこうちょっとコンパクトになってます。これの容量は、あ、1500mAh、 前のがあるんですよね、うん、これが2200だから結構ちっちゃくなった割には、あ、厚みも増してるんですね。なので容量はね十分に確保されてる感じですねすげえなこれ。これあれでしょ、これ箱にね60キロって書いてあったから結局ねあれと同じぐらいの速度が出ちゃうってこと。これこのちっちゃさでこれまあちょっとね外はまあご存知の通りうち今雪景色なんでね、まあ、道路なんかも当然走らないですし駐車場もとても無理なんで、ちょっとうちのオンロードサーキットとオフロードサーキットちょっとねこれ動かしてみたいと思います。じゃあもう早速いきますかねもう走りのレビューの方いきたいと思います。はい、じゃあまずはねもう基本的な動きとかちょっとこう速さを見るのにちょっとオンロードコースに来ましたね。いや可愛い、めっちゃ可愛いこれハンドルもおバッチリ軽快に動く、すごい軽快です。ちょっと外握ってみますよ。おー、はいはいはい。じゃあトリムを合わせてですね。お、ブレーキも綺麗に効く。ブレーキ綺麗に効きますね。じゃあちょっと走ってみましょうか。それでは動かします。ちょっとまずはそーっとね。おー、早い早い。おお、結構バランスいいですね、思ったより。でホイールベース短いからやばいと思ったけど、あ、危ねえ、早い、これは早い。ただ車がねめっちゃちっちゃくて軽いから動きはねすごい軽快ですね。バランスもいいですよ。この付属してるタイヤ、うちのカーペットコースバッチリですね。しかもおー、これいいじゃないですか。これ速さはね、お、速いわ、いや速いわ速いけど、なんだろう、常識的な速さ。前ブラシレスのね紹介したと思うんですけど、あんな化け物みたいな速さではないですね。あ、これは基本的になんだろう、そのラジコンを操作するっていう意味での軽快さとか動きとかっていうのは、あ、そのサーボセーバーがねすごい緩いっていうのはあるんで、ちょっと一概には言えないですけど、あのかなり基本的にいい動きをしてます。これポテンシャル高いですよ、かなり。めっちゃ軽快です。じゃあいよいよオフロードコース、このタイヤで食うのかな、ちょっと行ってみましょう。お、今日は晴れ間があっていいですね。まあレディオ側はこんな感じです。走行中すいません、ちょっとお邪魔してもよろしいでしょうか。ちょっと今撮影なんですけど、いいですか、これ、いいですか、はい、ちょっと動かさせてください。お、軽快に走る、軽快に動く。じゃあこの14分の1バージョンですね、こちらちょっと動かしてみますよ。なんかねでも今ちょっと動かした感じだとかなり軽快でいい感じでしたよ。グリップ感も良さそうです。おお、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 やべ、これめっちゃ走る。あ、これ本当走る、これ、まあ、ちっちゃい不安定感はあるけど、ジャンプの方見てください、この軽快さ。これも多分綺麗に、ほら、あー失敗した、ちょっともう一回やり直し。今私がただ下手だっただけです。軽快に走りますよ、ほら、すごい。あー、これやっぱね車が軽いからですね、車が軽いからめっちゃちゃんとハンドルついてくるんですよね。まあちっちゃいからちょっとギャップに弱さはね感じますけど、まあこれはしゃあないですよ。でもジャンプが、おお、すごい。これなんでこんなブレーキちょうどいいんだろう、これ。なんか、あ、車も軽いからブレーキがすごい、それもいいのが働いてるんですね。あ、これはすごい。箱出しでこれですよ、これもう超軽快ですよ、ほら、やば。山本さん、はい、ちょっと一緒に遊んでいただいてもいいですか。
いいですか。ちょうど今遊びに来ていただいているあの千葉の方がいらっしゃるんですけど、ラジコン頑張ってらして、片方のピンクのマシンは、あれは違うな、あれアソシでしたっけ。アソシですね。アソシの競技バギーのパワーが 8.5 ターン。こちらは値段が多分おそらく2万円は楽に切るであろう、この箱開けマシン、炭酸電池入れただけで一緒に遊べるのかどうか、ぜひちょっとよろしいですか。はい、お願いします。よし、じゃあこの超純コンペティションバギーにこの箱出しの RTR マシンがついていけるかどうか。もう直線も 8.5 台あんま負けてないですね。これ見てます、皆さん、これ見てますか。これあーしました。ジャンプは難しい、ちょっとでっかいジャンプはちょっと難しい。もうめっちゃ車もね軽快ですよ。よく曲がります。グリップもすげーします。あーしました、少しだ。あはい、いいですね、本当。いや、ちょうどいい具合ですわ。あ、いける、抜いた。あと2周です、あと2周です。なるほど。あと2周です。ファイナルラップ、ファイナルラップ。あ、ありがとうございます、ありがとうございます。ありがとうございます。ちょっと待っちゃいますわ。あ、すいません。最後さすがに抜けないか、抜けないか、いけ。ありがとうございました。これすごいでしょ。すごいです。これすごいでしょ、マジで。これ今さっき箱開けて、ターン3電池を4本プロポに入れただけですよ。そのままですよ。それでこんなことできちゃうんです。できちゃうんですよ。いや、いい、あの実証に付き合っていただいてありがとうございました。はい、お値段も、お値段がちょっとよくわかんないんですけど、多分2万円楽に切ってきます。やばいでしょ、これ。こっちやばいですね。ちょっと中でまとめ取ってきます。ありがとうございました。いやこれ皆さん見ました、見ました。これやばい、やばいわ。今一緒に走ったのが、まあ半年とは言ってもめちゃめちゃ上手になられてるんで、まあ普通にうちの周回どんどん速いペースでされるぐらいの能力はある方なんですよ。その方と一緒に遊べました。まあ、これはまあ大きい声じゃ言わないですけど、あの車、ね、あの全部合わせると、まあ、何やかん入れると15万とかでは、ね、そんならしいんですよ。まあ、肉ってのはありますけどね。これなんですか、これ。箱から出して、電池4本入れて、走っただけですよ。いや、これはちょっと驚いたな。これね、なんでか今考えてたんですよ。やっぱりね、軽さがめちゃめちゃいい方向に働いてますね。あの当然このこれだけね、トレッドもまあちょっと狭めかな、ホイールベース短いで実際ちっちゃいからギャップに弱いとか操作の機敏さっていうのはまあ当然あるんですけど、まあそれを差し引いてもトータルでめちゃめちゃ走ります。まあ見た通りです。めちゃめちゃよく走ります。でジャンプもめちゃめちゃ軽快で、スロットルフィーリングもブレーキフィーリングもおそらくこの 軽いからこそバッチリ合ってるんじゃないかなと思うんですよね。でジャンプなんか、まあ、ちょっとこれ4駆でフロントタイヤがちょっと食いってのがあるんで、ちょっとうまく合わせないとジャンプ難しかったですけど、まあそれでもジャンプ飛ぶ時の軽快さとか曲がりとか応答性とかはこれまさしくね、まあ、競技バギー系の動きで、あのご紹介した10分の1と、じゃあどっちが速いかって言われると、多分やっぱ10分の1の方が大きくて余裕がある分多分タイムは出ると思います。ただ運転した楽しさとか
こう笑いが出るとか、ね、やって楽しいっていうのはねこっちじゃないかな。あとすごい気軽さ、もうめっちゃちっちゃくて軽くて仲間うちでワイワイね、こうベテランなんかこうちょっとこう競技疲れちゃったっていう人がポッと持ち出して遊ぶとかにしても、まあ、実際本当にあのラジコンカー体験したいっていう人手に取ってもらって、まあ、これどっちがいいかな、12分の1とこれと、いや悩ましいな、もうこれ好みかな。あまあ操作のおおらかさとかやっぱり最終的な速さっていうのは多分12分の1の方にあのが良さそうな感じはするんですけども、これだからこそいいジャンプの軽快さとか応答の良さっていうのはこっちの方が勝ちですねちょっと驚いたわこれ。うちねちょっとネットショップも在庫の関係とか考えてはいたんですけど、これもちょっと扱わないとダメですね。あこれも扱わないとダメですわこれ扱わないとダメですよ、ラジコン屋としていやよかったこれ買って。いやもうちょっと驚きしかないですね。まあ、今ね、まあ、ちょっとしか走ってないですけど、まあ、こっちとこっちで、まあ、合計で多分、まあ、10分走ってないかな、まあ、6、7分は走りましたけど、まだまだ走るような感じでしたし、まあ、これ12分の1と比べて、まあ、明らかに優れてる点はやっぱスロットルのオートとかハンドリングっていうのはより、準競技の方には近いです。また不安定ですよ、不安定さはあるけど、この動きの競技バギーの楽しさとかそういったものはねこちらの方がねより近い動きな感じがしましたね。あこれは面白いわ、しかも可愛いちっちゃい、まあ、ポケットには入んないけど、うん、これならちょっと積んどいてねちょっと遊ぶとかね、まあ、もちろんねパワーもこのデュアルレートでパワー絞ったりもできるからね、ちっちゃいお子さんなんかにね持たせて遊ばせておくのもね場所は選ばないといけないですけど、まあ、そういったこともできますしね。おこれ高橋ウルトラ自信持ってお勧めします。これ案件ではないですよこれはねちょっとやっぱりこれが気軽に世に普及することによってこのラジコンの楽しさとか操作する楽しさとか競争する楽しさっていうのがかなり手軽な感じで、またこれ大事なのがアフターですね。ハイテクさんが代理店でしっかりとして在庫を抱えているので壊れてもすぐ直せる、まあ、これもかなり大きなポイント。まあ完成済みの本格 RC にほど近いものだって考えていただけるといいんで、これはちょっとラジコンに入る触りという意味ではねかなり究極の一台じゃないかなとちょっと興奮しちゃいました。これ正直ね扱うつもりはなかったんですけど、これもちょっとレディオがネットショップでちょっと扱いたいと思いますはい、それではですね今日の動画面白かったと思っていただきましたらぜひ高評価チャンネル登録をぜひお願いいたします。非常に励みになります。またレディオがネットショップやってございます、こちらも取り扱う予定です。あと SNS ですね、 Twitter、Instagram、Facebook やっておりますのでそちらもよろしければフォローしていただけますと非常に嬉しく思います。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。さようなら。